はい、皆さん、こんにちは。アメリカでジャズギタリストをやってる伊達ヒューダです。今日はですね、特別にギターの中でね、最も音が大きくなる場所についてお話ししたいと思います。通常、普通のチューニングを使う場合には、ギターは Em11 コードにチューニングされていることになるんですけれども、そこの観点からすれば、その E のコード、何らかしらの E のコードが、他のコードよりも音が大きくなるというふうに考えられます。それでは、普通のボリュームでこのギターをちょっと弾いてみます。これが普通のボリュームになります。それでは一番大きくなるところで弾いてみたいと思います。これはですね、 E の開放弦と2弦の E の音5フレットを一緒に弾きます。そして3フレット目の1弦 G の音と G シャープの音を、これはハンマリングでつなげていきます。ポイントとしてはミュートをしないことと、あとはその一緒に弾くんではなくて、こうアルペジオのようにこうバラバラに弾いていくということですね。ただ最初の、E の開放弦と E の音に関しては一緒に弾きます。そしてすぐに G の音を弾いて、そして G シャープの音はハンマリングで出すようにしてください。このような音の組み合わせにすることによって、なぜかその3つの音がですね、反響し合って音が大きくなります。そしてサウンドホールの方からですね、すんごいエコーの音が聞こえます。常に本当にこのボリュームはね、どこを弾いても出れば本当にいいんですけれども、そういうことはなくてですね、ギターの場合はこの3つの音だけが音が大きくなるようです。そして2番目なんですけれども、E の音をそのままキープして、そして B の音を入れてみます。この組み合わせも若干音が大きくなります。ただそのこの3つの音を最初のものに比べればですね、少し音が小さいと思います。ですからこの E の音、一緒に開放弦と一緒に弾いた E の音と、G の音、そして G シャープの音を3つ加えることで、3つこう組み合わせることによって反響し合って音が大きくなります。あとトーンも全然違うサウンドで、すごいエコーのかかった音がサウンドホールから聞こえると思います。ですからこれをね、皆さんのギター、自分の持っているギター何でもいいんですけども、それでぜひ試してみてください。ポイントはですね、そのミュートしないということと、できるだけこうオープンにつなげて弾くということですね。音を切らないでどんどん弾いていくということで、それでこうどんどん音が大きくなっていきます。でこれを一緒に弾いてしまうと、あまり音は大きくなりません。ですけども、このバラバラに弾くことによって、すごく反響し合って音が大きくなります。あとはトーンですね、トーンのエコーの量がすごく増えるということは言えます。ですからですね、このやり方を皆さん自分のギターでやるときも、ぜひその一緒に弾かないで、こうアルペジオのようにバラバラに弾いてやるようにしてください。ですからこれは家にね、何本かある人はその中でどのギターがね、音が一番大きくなるかっていう、そういうのを確認することもできますし、あとはですね、ギターショップに行ったときに、何本か試して、でどのギターがここで一番よく響くか、どこがどのギターが一番音が大きくなるかっていうのも、テストでやってみるのがいいんじゃないかと思います。でその一般的にですね、ここでいい音がすれば、他の場所でも、響くということなので、いいギターと言えると思います。ただこの場所で、音がミュートされていたりとか、全然音の大きさが変わらないということであればですね、そのギターはちょっとこうあんまり音の出ないギターと言えると思います。で僕の場合はここですごく音が大きくなるギターを選びたいとは思っています。っていうのはその、ポテンシャルとしてここで音が大きければ、それだけギターが響くっていうふうに
感じられるので、まあ、他で弾いていても、まあ、これほどのボリュームは出ないですけれども、かなりいい響きがあるギターというふうに言えると思えるからです。それではですね、今日本当にご視聴ありがとうございました。いろいろたくさんブルースギターレッスンとか出してますので、そちらの方もぜひご覧になってください。それでは最後に一曲を弾いて皆さんとお別れしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。